赤い線が北極線北極の地図北極圏は北緯66度33分以北の地域である。北極圏の限界線となる北緯66度33分線を北極線という。北極圏では冬至を中心に真冬は太陽が昇らず極夜となり、夏至を中心に真夏は太陽が沈まない白夜となる。なお地学などでは、 北極海とツンドラ気候区とを合わせてこう呼ぶ場合もある。北極線は北半球における白夜の南限である。しかし、これは幾何学的な定義であり、実際の北半球における白夜の南限は、光の屈折などの影響で、北極線よりも 90km ほど南となる。ただしこれも海水面での話であり、標高が高くなると南限はさらに南下する。さらには、 山岳地帯では水平線が見えないため、これも白夜に影響する。また、北極線の位置は一定ではない。北極線の位置は赤道傾斜角で決まるが、この赤道傾斜角が月の引力による超積力で長周期で2度ほど触れる。北極線は現在1年で15メートルほどずつ北方に移動している。アラスカのドルトン高速道路にある北極線を表す。 標識中央の北極海を取り巻くように、北アメリカ大陸最北部、クイーンエリザベス諸島などの当初、世界最大の島グリーンランドの大部分、スカンジナビア半島北部、ユーラシア大陸にあるシベリア北部を含む。北極圏に領土を持つ国家は、アイスランド、アメリカ合衆国、カナダ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ロシア連邦である。 グリーンランドとスカンジナビア半島を例外として、定地が広がる。北極圏の最高峰は、グリーンランド東海岸に位置する、キュンビョルン山。主な河川は、マッケンジー川と以下のロシアの河川、すなわちペチョラ川、オビ川、タズ川、エニセイ川、アナバル川、オレニョク川、レナ川、ヤナ川、ナ川インディキルカ川、コルイマ川。主な島は、クイーンエリザベス諸島、ビクトリア島、 バフィン島、グリーンランド、アイスランド、スバルバル諸島、以下のロシアの当初、すなわちコルグエフ島、ノバヤゼムリャ、ゼムリャフランツァヨシハ、セーベルナヤゼムリャ、ノボシビルスク諸島、ラホーフ諸島、ウランゲル島である。一般には、冷涼な気候であるが、気団の分布、海流の影響により、地域による変化が見られる。艦隊もしくは霊体に属する地域がほとんどだが、 偏西風と北、大西洋海流の影響を受けたノルウェー沿岸のようにわずかながら温帯も分布する。北極圏は厳しい気候のため住む人は少ないが、都市が存在しないわけではない。北極圏内の三大都市は、ムルマンスク、ノリリスク、ボルクタで、いずれもロシアにある。この他に、ノルウェーのトロムソ、また、北極圏よりやや南になるが、 フィンランドのロバニアミなどの都市もある。次の一覧は北極線上の国と地域をグリニッジ四五線から東回りに示したものである。北極圏の火災は北極圏やその周辺の地域で雷などが原因で自然発生的に起こることの多い火災である。近年、地球温暖化の影響で北極圏での火災発生件数が増加している。 北極圏の火災は、デ炭火災やススによる太陽光の吸収を促進する上、消失面積が広範囲にわたるため、二酸化炭素の放出量が多く、さらなる地球温暖化へと悪循環になっていることが問題とされている。ありがとうございます。